今回見せていただいてますピアノがアポロのナン、no. バー168という、えー、120センチぐらいの高さのピアノになるかなと思いますねえー、っと日本ペダルということから考えて50年ぐらい経ってるんじゃないかなと思いますけどもこのようにハンマーがね、えー、戻ってこないところがこうやっても戻りが悪いとかね戻ってこないところが、えー、数箇所あるのでおそらくこれセンターピンっていうのを抜いて えー、全部動きをチェックしないといけないかなと思いますねこのブライドルテープももうこの色からいくともう切れてしまうんじゃないかなと思いますね、えー、調整しようと思ってこれを外すとパリッとこう割れたり切れたりっていうことが起こりそうなのでブライドルテープの交換はいるかなと思いますね多分このダンパー言っていってこの部分ですけどね これを動かすところの、この奥のレバーのところも、クロスが傷んでるんじゃないかなと思いますね。カビも生えておりますね。はい。えー、鍵盤を取ってみると、えー、このように虫に食われたような感じで、このクッションがスカスカになっておりますので、この辺も交換がいるかなと思いますね。ここも虫食いですね。はい。あなんといってもね、弦の方がやっぱり50年経ってると、 なんとか、えー、無理して調律するか、えー、ピアノを動かす機会に弦交換までやってしまうか、その辺もちょっと見積もりさせていただこうかなと思いますね。はい、でも気がいいのでね、きっちり直したらなかなか面白そうなピアノだなと思いますのでね、えー、技術者としてはきっちり直したいなという気もあるんですけども、ちょっと ご予算の方もあると思いますので、いろいろ提案させていただこうと思います。では、外装の方を取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。えー、マホガニが色のね、木目のピアノになりますね。ちょっとまあ、年代的に50年ほど経ってますので、これ多分、あの、艶あるタイプのピアノでしょうけども、ちょっと曇りがね、出てますので、この辺まあ、磨きをかけるだけで済ますのか、 まあいっそのことねこれ外装剥がしてしまってねえー、木目生かしてえー、木目調角調っていうんですかねそういうのに塗り替えてみても面白いかなと思いますねあ小口鍵盤の小口がちょっと黄ばんでおるのはこれはここはアク,ロアクリルでここはセルロイドの時代ですのでねこの黄ばみは磨いても取れないので交換するっていう風な感じになるかなと思いますね あとまあこのキャスターの受け皿もゴム製のねえー、耐震用のものにすればいいのかなと思いますねあここもちょっと塗装が割れてますね剥がれたのかもわかりませんねはいちょっといろいろとね外装の方も見積もり出させていただこうと思います